I'm guessing if you clicked on this video, you're learning Japanese. And if you're like me, you want to actually hear how the language is spoken. Now on YouTube, there are millions of channels to choose from, but I'm going to show you my six current YouTube channels that I watch, not only to hear how the language is spoken, but also some IRL real life situations where these content creators are just living their lives. Few things to keep in mind about these channel selections. Number one, you're going to hear different versions of the language. You're going to hear formal Japanese, casual Japanese, and even slang Japanese, even though slang and casual is kind of the same, but it's very important to hear all three. So even if you're a beginner, I highly recommend that you give it a listen. Number two, they offer different IRL content. This will allow you to be more diversified in different topics and even some fun, crazy, wacky ones too in the process. So with that out the way, let's get started. Also, consider subscribing to their channel too. わあ、ここがロンドンか。異国に来た実感ないなって俺、ロンドン名物の赤い電話ボックスじゃん。にしてもインスタ映えやな。ん？中に入ってみると、なんやろ、このツーンってする汗の匂い。しかも結構汚いな。掃除されてないのかなって、え、毛布？皆さんこんにちは、カノンチャンネルのせーの、カノンです。そろそろって言ってもまだやけど、コロナが落ち着いてきたから海外旅行に行かれる人はいるんじゃなかろうか。そして実際に行ってみると、え、何これ、思ってたのと全然違うんだけど、みたいなことにならないためにイギリスに3年住んでした。残念すぎるイギリスの5大がっかりを、キャノン流地球の歩き方みたいな、そんなお話をしようと思います。はい、公園から帰ってきて、トーマスが今、昼寝をスタートさせました、1時今45分ぐらいで、10時半ぐらいから公園に行ってたんで3時間ぐらい公園にいましたね。そうで、本当はね早く帰ってきて、あのランチを作って2人で食べて昼寝みたいな感じにしたかったんですけど全然帰らなかったので、これからランチを作って、私は食べて、ちょっとね、自分の時間を持ちたいなと思います。牛丼ができている間に、夜のねご飯のちょっと準備が、できました。もう夜はこれをインスタントポットに入れて煮るだけっていう感じです。はい、牛丼ができました。顎が入んないです。あ、入った。太鼓叩いて、2分で2回、3分で3回。よいしょ。今度は僕も打ちますからね。はい。
ごい皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日も可能性無限大 This is Taro Sack ということで、今日の動画では外国人美女にモテるのはシックスパック、親父体型、どっちというテーマでやっていきたいと思います。僕が大好きな YouTube チャンネル、こちらのDaily Dropout、 過去にも何動画か今で紹介してきたんですけど、すごい動画見つけちゃいました。外国人美女たちにシックスパックな男と親父体型な男、どっちがいいと思うっていうことをインタビューしてる動画ですね。今回はこちらの動画を解説しながら皆さんと楽しく見ていくタロサックのリアクション動画の回でございます。この動画を見ている男性諸君、いつかバキバキに割れた腹筋を手に入れるんだ、いつか絶対に手に入れたいんだと思いながら、洗面所の鏡の前に立って自分のお腹の肉をつまみながら鏡に映る自分自身とにらめっこした、そんな経験皆さん一度はありません？まあでもこれは僕ら男が思う理想であって、女性はどう思ってるのか、男性が思う理想の男性像と女性が思う理想の男性像っていうのは、まあ逆もしかりですけど違うと思いますからね。新製品ゴリラ一丁だぞ。ニラそばやろ。バイト見学、バイトルアプリ見学してから決めましょう。あれ消えた？へい。バイトバイトバイトルアプリ、バイト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 アプリはバイトルだ。にゃんしんにゃんしん。誰？仲間だしん。仲間じゃないよあんたなんか。え？ジバニャンは猫科だよ。モンストと妖怪ウォッチプニプニがコラボだしん。にゃんにゃん。顔くれ。